選手が気の毒、大期限2022年2月4日か5日の記事、更新15時間前って書いてあるんで、どっちやろ。テレビを消して、前中日米大使北京五輪のボイコット呼びかける中の国で行われているオリオリを見るのやめましょうっていう呼びかけをしてんねんけど、先週気の毒やな。全力で開催させないようにしとけっちゅう。昨年東京でオリオリ行われましたが、その前はいやいのやいの言うて中止にさせようとしてたのに、今回は全力で止めようとしていた人だんまりやったしな。おかしいな。あの人たちって赤い工作員コミッテル系なんやろな。コミッテルってコミッテル国際共産党のことを言うんですけど、中国共産党は日本共産党と同じ組織で、コミンテルンって言われてる国際共産党の一支部同士、世界各国の共産党はコミンテルン何々支部、一つの組織なんですね。これを言うとコミンテルンはもう消滅したんやって突撃してくるやついますけど、いましたけど、ツイッターやってる時代にね。コミンテルンの指導団体、自由なおそうめん屋さんなので、亡くなったように見せかけてるだけやと思います。自由なおそうめん屋さん、フリーなんとかおそうめんメイソンっていう言葉遊び。記事によりますと、お米の国の前駐日大使である、ちょい前日本に滞在していたお米の国の大使であるビル・ハガティ上院議員は、現地時間3日 FOX ニュースに当てた寄稿の中で、テレビを消すようにとお米の国の人たちに向けて、北京5つの輪のボイコットを呼びかけた。共和党のハガティさんは次のように批判。国際社会を挑発し、一帯一路を通じてその権威主義モデルを積極的に輸出している中野国は、国際オリオリ委員会や一部の企業と共謀して批判の声を封じ込め、自身の正当性を高めるために冬季5つの輪を、冬のオリオリを宣伝の場として利用している。そうなんだけど、だったら選手たちを生かせるなと。人権を尊重する国々はこれ以上中の国に国際部隊の通行証を与えてはいけないと語気を強めた。2008年に北京でオリオリやって、2010年に上の海って書くところ、シャンの海で万博やったり、なんでか中の国やこの周辺のアジアに注目いくようにしてるけど、ご計画なんやろけど、うっとしわって見ていました。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、この世の中には世界を牛耳る大きな勢力っていうのがあって、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は揉めさせるために作ってるやんかやってんけど、資本だけが自由に楽しく生きられて、社会共産は必ず辛い思い、痛い思いをさせられます。恐怖支配してきて、指令によって動かないといけないようにされてしまいますので、日本を石化させないことを第一に考えるべきなんですね。で、この世の中あちらこちらに工作員っていうのがいて、洗脳オルグ、利官工作を使命に動いとるんで、オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくことなので、洗脳されたくないし仲間になりたくないや、無視するをすることをおすすめします。なんかこの人変、気持ち悪、突っかかってくる、めんどくさと思ったらバッサリ切り捨てた方がいいですよ。いちいち反論したりしない。会話しなければ任務が遂行できないということで、お仲間が自己批判に応えろなんて意味不明なことを言って、自己批判、トリビアン、ボコボコ、痛い痛い、あーっていう儀式に持ち込まれはるから、ほっといたらええねんって。この議員のビル・ハガティさんは、北京5つの輪大会組織委員会の対外連絡副部長のヤンさんっていう方の発言にも言及した。オリンのピック精神に反する、特に中の国の法律や規則に反するいかなる行動や言動に対して外国人選手に一定の罰を与えると発言した。議員は国際大会が全体主義政権によってそのイメージアップに利用されるのは不合理だとした。だからこんなん生かしたらあかんのよ。
そんな国で開催したらダメなのよ。共産国一生懸命混ぜようとしている勢力があって、もっと賢くなってボイコット最初にしとけっちゅうねんと思いつつ、ほとんどの人政治に興味を持たないように刷り込まれてるので、なんでこんなことになってるのか全く分かってないよね。たまたま私は先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそしたから知ってしまってんけど、誰も私の話耳傾けてくれへんから、どんどん泥沼にはまっていくのよね。まあそれはそれでしゃあないんやろな。で、次のように呼びかけてます。お米の国の人は中の国共産党の作法や非人道的な行為に見返りを与えるのではなく、テレビを消すべきだ。先週置き去り。議員は当期5つの輪の成功は中国友さんと、友さんって共産党のことを言います。中の国友さんと創立100周年にあたる2049年までに中華民族の復興という目標を実現し、お米の国から優位を奪うという党の数十年に及ぶ取り組みの一環だと指摘した。1989年の64、天国の天に安心の安に門って書くところで起きた事件、ホングコング問題を引き合いに出し、内部から脅威とみなすものを服従させ排除するために冷酷なまでに極端になり続けていると中野国の友さん党の振る舞いを批判した。中野国の友さん党だけでなく、友さん党の人たちってそういうことをするところっていうことを認識すべきです。カンボジアのポルポトンも友さん主義者で、所属政党カンプチア友さん党、友さん党の幹部はひどいことする人たちっていうことを認識して関わらないようにしていくことが大切やと私は思っております。日本の友さん党 C のおっさん、あんな風貌やけど、あれに騙されたらあかんで。友さんってひどいことする悪者担当。テレビを消してと呼びかける前に全力でボイのコットしとくべきやったな。私は当然ながら見ません。最も苦手なものがスポーツ観戦なので。とにかくこの世の中は常にどこかが揉めてないといけないようにされている。あちらこちらに工作員がほんまにいる。石化工作員、石化っていうのは赤く化けるって書いて、思想共産主義に変えることを言うんですけど、赤旗の赤は豚の血祭りの際に豚の血で染めた赤い旗、それを振りかざしてみんなこの世にしやって言った勢力がある。トモさん主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら恐怖支配されてしまうので、仲間にならなかったらいい。お話聞かなければ洗脳もオルグもされません。キャベツのないところにキャベツや言うてみたり、かわいそうな人や動物を題材にして同情させるように募金を促してくるとか、トモさん主義者の人結構多くて、オルグされるの嫌やし、見ない聞かないを私は貫いてきました。ツイッターやってた時や、ここのコメント欄でもそうやねんけど、喧嘩売ってくる人たちって赤い酸っぱい勢力の人たちやねんやろなと思って、そんな人いなかったことにしてしまう。工作員は工作員のお仲間に始末してもらうのが賢い方法やと私は思ってます。